100日のアキラくん様、エクソディオ、ハンソヒの計略で危機に。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコールテレビ N、100日のロウくん様、放送画面キャプチャー、100日のアキラくん様、のエクソディオが、矢に撃たれて崖から墜落した。11日に韓国で放送されたケーブルチャンネルテレビ N 付きヒドラマ、100日のアキラくん様、脚本、の自祖、ふ、演出、イ・ジョンジェ、第2話には、生死のゆる、リオ、が矢に撃たれて倒れる姿が書かれた。おう、チョハンチョル、はゆるが帰ってこないので、進化たちに、今すぐゆるを探せ、と叫んだ。しかし、キムチャオン、チョソンハ、は、頻繁な天災で民心が乱れている。このような時局に精子低下が攻撃されたことを知ったら、民心がさらに騒がしくなるだろう、と述べた。他の進化もまた、発見されないということはまだ生きておられるのではないか。密かに動いてみます、と述べた。先立って精子ピンのキムソエ、ハンソヒは、ユルと一夜を共に過ごしたこともないにもかかわらず、妊娠をした状況。これに対しソエは、帰ってこなければならない。必ず死体で私の目の前に戻ってこなければならない、と背筋をゾッとさせるような言葉を放った。